はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力に今活躍されている方、もしくは活躍されていた方の生の声を発信していくようなチャンネルになってますので、この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で、今はカンボジアで獣医さんとして働かれているともきさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか？10年ぐらい前になるんですけど、 JICA 海外協力隊でエルサルバドルっていう国に行っていて、はい、そこから紆余曲折を得て、その先も国際協力を続けていきたい、はい、仕事としてやっていくにはどうしていったらいいのかなっていうのを模索しながら、今自分の夢でもあったカンボジアで動物病院を獣医さんとしてやっているっていうような状況です。なるほど、はい、今カンボジアでは獣医さんとして働かれてると思うんですけど、自分で会社を起こされた感じなんですかね？うん、そうですね、もともとは一緒に動物病院をアジアでやりたいね、海外でやりたいねって言ってた先生と一緒に2人で立ち上げていったっていうような形ですね。はい、なるほど、後ほど深掘りさせてもらえたらなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけれども、ともきさんが国際協力に興味を持ったきっかけからお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、何が国際協力に興味を持つきっかけだったんですかね？海外で何かしてみたいと思った一番のきっかけが、小学校4年生の時にフィリピンに行ったんですよね。はい、で僕今37歳なんですけど、はい、フィリピンでピナツボ火山っていう火山があるんですよ。はい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 、でそれは21世紀最大の噴火って呼ばれてるんですけど、はい、ピナツボ火山が噴火した時に、はい、僕の住んでた市の国際交流事業みたいなので、はい、フィリピンの人たちを支援しましょうみたいなので、例えば文房具だったりとか医療品だったりとか、そういうものを寄付で集めたものを持ってフィリピンに行くみたいな。でただ行ってそのものを配るだけじゃなくて、現地の人と交流しましょうっていう企画だったんですよね。あ、そうだったんですね。はい、それも大人だけで行くんじゃなくて、小学生と一緒に大人が引率して現地に物資を届けましょうっていう事業があったんですよね。なるほど。ちなみにどこの市だったんですか？愛知県にある岩倉市っていう市なんですけど、はいはい、へー、そうなんですね。この市は結構面白くて、はい、僕の市でもある女性がいるんですけど、おばさんがいるんですけど、その方が本当にいろんな国との日本人との交流を増やしていって、で特に若い世代の子たちが海外に出ていくきっかけを作りたいとか、はいはい、海外の人たちとコミュニケーションするきっかけを作ろうとか、すごく熱心に取り組んでいる人で、その岩倉市の国際交流協会って言うんですけど、うんうんうん、そこの代表をやられてた女性ですね。そうなんですね。2人目の岡みたいな感じ、はいまあ確かにね、はい、僕の家のすぐ近くに住んでたんですよ。あ、そうなんですね。はい、何が一番のきっかけだったのって言ったら、うんうんうん、そのおばちゃんが近くに住んでたかもしれないそれが一番の原因だったかもしれないけど、そうなんですね。でもそのおばさんがやってる国際交流協会っていうののイベントでフィリピンに行くっていうのを小学校4年生で行ったんですよね。うんうんうん、なるほど。実際フィリピン小4で行くじゃないですか。はい、どうでした？行く前火山噴火してるし、はい、一面灰色なんですよね。はい、広い状態なんじゃないかなって想像して、自分の親とかもかなり心配して送り出したと思うんですけど、はい、実際行ってみると火山灰で覆われた世界みたいな感じで、貧困もあるし、現地の人たちもかなり困窮した状況だったっていうのは記憶してるんですけど、実際のところ行って交流してみるとめちゃくちゃ楽しかったんですよ。フィリピンの人たちめちゃくちゃ陽気なんですよね。あ、そうなんですね。でしかも当時僕らが行った地域の人たちができる最大限のおもてなしをしてくれて、庭で大事に飼ってる豚を殺してお肉出してくれたりとか、食らってみればスーパーに行って買ってこればって思うんですけど、そういうような世界じゃなかったんで、自分たちの食べるものもないかもしれないのに、日本から来てくれた一行のために自分の財産となるそういう動物を殺してみんなに振る舞ってくれたりとか、支援する気持ちで行ったのにめちゃくちゃ元気をもらって帰ってきたんですよ。めちゃくちゃおもてなしされてはい、はい、その時に小学校4年生ながらめちゃくちゃ感動したのを覚えてるんですよね。そうなんですね。はい、でもその裏側では食べるものがなかったりとか、医療が不十分だったりとかして、同世代の子たちが噴火の中で被害を受けて、まあ、亡くなっちゃったりとか、伝染病が蔓延したりっていう側面を見た時に、なんでこんなによくしてくれるんだろうってすごい心から感動したんですよね。自分はその時に困ってる人たち、海外の人たちに自分が何かしてあげたいんだっていう気持ちがすごくそこにバーンって入って覚えてます。はいはい、それが多分一番のきっかけ。なるほど。確かに実際僕たち側は先進国っていうところで、向こう側が途上国っていうのを分けるとしたら、支援するっていう段階で最初は行ったんだけれども、むしろ元気をもらって帰ってきたっていうところ で、そんな感じで一番最初国際協力に興味を持ったって感じなんですかね。そうですね。うん、ちなみにそこから国際協力っていうところに関しては、結構学生時代とかはつながりがあったんですか？はい、その当時はやっぱりフィリピンっていい国だなって、こんないい経験できたり
よとかっていうぐらいのものでしかなかったし、でもすごい強い感動を得たので、いつかは何かしたいっていう気持ちはあったけど、それはただ漠然としたただの思いと経験でしかなくて、そこから具体的に何かをしようってなったのは大学ぐらい。そうなんですね。今獣医さんじゃないですか。ってことは大学の時にはもう獣医専攻みたいな感じですよね。そうですね。そのきっかけって何かあったんですか。もともとやっぱ動物が好きで。そうなんですね。家で飼ってた動物だったりとか、獣医さんって言っても牛とか豚とか鳥とかの畜産系に行く獣医さんもいれば、伝染病トンコレラとか鳥インフルエンザとか、ああいう病気の疾病対策みたいなのをする獣医さんもいるし、でも多くはペットの診療をするっていう獣医さん、まあ大きくそうやって分かれるんですけど、僕はどっちかっていうとそのペットの診察の方をやりたくて。ああそうだったんですね、はい、大学で獣医学を専攻したと。そうですね。でその大学の時に国際協力に対してのアクションを起こされたって感じなんですかね。そうですね、小学校の時にインパクトがあって、何かフィリピンにしたいっていう思いがずっとあったんですよね、はい、で大学って結構学校で勉強しながら春休みとか1ヶ月ぐらいあったりするじゃないですか、ありますね。確かにあの時にフィリピンの小学校4年生の時に行った村に行ってみようと思って、うんうん、あそうなんですね。 その1ヶ月を使って現地の村に戻ったんですよね、はい、うんうん、やばみんな僕のこと覚えてくれてたんですよね、彼らに会いに行ってなんか恩返ししたいなっていう気持ちもあったんで、日本の文化とか教えてあげる、はい、教えると言ってもただ言葉を伝えたり数の数え方を教えたりとか、うんうん、折り紙一緒に折ったりとか、そんなぐらいなんですけど、それでめちゃくちゃ喜んでもらえて、あそうなんですね、なんかここでやっぱやりたいなと思って、うんうん、地域の市長さんとかに協力してもらいながら、うん、現地の学校を点々とこう回らせてもらって、うん、学校のクラスを担当させてもらうというボランティアをやり始めたんですよね、はいはいはい、あそうなんですね。フィリピンって一番アジアで英語が通じる国で、うん、まあ、僕もそんなに英語が流暢に喋れるわけじゃないけど、普通の日常会話ぐらいは喋れたんで、うんうん、まあ、こうやって折り紙折るんだよとか、うんうん、日本の学校はこうなんだ、日本の生活はこうなんだよっていうのを現地の高校生とか中学生とかに向けてやったんですけど、はい、本当に喜んでもらえたんですよね。あそうなんですね、で自分が喋ってることなんていうのは特別なことでも特別な経験でもなく、うんうん、みんな普通に日本人が小学校から大学生になっていく過程でどんなことがあったんだよ、僕らはこういうふうに物事を考えたりとか、食べ物はこういうものがあったりとか、友達とはこういうふうに過ごしたりするんだよって、本当に日常的なことを喋るだけで、うん、めちゃくちゃ目を輝かして喜んでくれる現地の生徒を見た時に、俺このために生まれてきたんだなって思えるぐらい、はい、何か特別なことを伝えてるわけじゃなくて、自分が生きてきた今までのことを整理して喋ってるだけなのに、こんなに世界にはそれを喜んでくれる人がいるんだなっていうのを感じたんですよね。確かに日本だとあんま感じられないところですよね。そう日本で持ってる当たり前のものを海外の農村部だったりとか、うん、日本人まだ見たことないっていう人たちの前でそれを喋ってあげられることで、こんなに僕人の役に立てるんだって大学生の時に猛烈に感動したのを覚えてるんですよね。なるほど。それは大学1年生の時からずっとやってたんですか。もうそれがもう癖になっちゃって、はい、行って授業やったら人気になって、あそうなんです、ね、次はこの学校行ってくれみたいな、はいはい、次はこの学校行ってみてくれみたいな感じで学校も増えてったりとか、はい、1000人ぐらい生徒いたと思うんですよ、ね、やばートータルあそうなんですね、はい、ちなみに1ヶ月とかの単位でフィリピン行かれるじゃないですか、はい、何学校ぐらい回れたんですか。1回のクラスで1時間半ぐらいずっと喋り続けるんですよ。あそうなんですね。もうどんどん生徒たちからも力もらえるんで、喋って喋ってなるんですけど、はいはいはい、嬉しくなっちゃうんで、ね、嬉しくなって、はいはいはい、1回行って3クラスぐらいいると、はいはい、もう夜ぐったーってなるんですよいやでしょうねフル稼働してますからね。フル稼働して、はい、学校自体は3校とか4校なんですけど、その学校の全学年のクラスを担当するみたいな。なるほど。学校って言っても何年生だけっていうわけではなくて、いろんな学年に対してアプローチしてるから。そう、日本で生活してたら絶対気づかないんですけど、うん、日本で生まれて育ってきてっていうことって、それを自分が立つ場所を変えればもうそれ財産なんだなってやっぱすごく思うんですよね、うん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 、周りの人たちがみんなそれを持ってるとなかなか気づかないし、はい、財産というかツールというか、うん、それを必要としてる人たちのところに行ってそれを渡してあげたり説明してあげると、うんうん、こんなに喜ばれるんだなっていうのを大学生ながらに感じたんですよね。なるほど。だから自分の持ってるスキルとか育ってきたものか、それをどこで使うか誰のために使うかっていうのを考えるってことが国際協力の中でもすごい大事なんだなって、うんうん、まあ、確かにそうですよね、うん、まあ、日本では当たり前だと思ってても途上国では当たり前ではなかったり、それは感情もそうですよね。日本では普通に感じているところが向こうからすごい喜ばれることがあって、それを改めて感じるっていうところ、いい機会ですよね。ありがとうございます。ちょっとここまでは国際協力に興味を持ったきっかけっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画では大学卒業してからどういう道を選択されたのか、どういう思いで選択されたのかみたいなところをお聞きしようかなって。波乱編ですね。波乱編でお届
けしようかなって思ってます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。